寺で信長が死に、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが、霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は静ヶ岳で藤吉郎を見破れ、北北の市場に立てこもっておる。
客の匂いが。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。戦乱の日の下、背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。
怪しげな気が濃くなってきよったの。藤吉郎を止めねば、この国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に、いざらがよいぞ。このわしが相手じゃ。お主一人が抗ったところで、もはや何も変えられぬ。もはや。加減しやがれ。